パパさん、車買い替える言うて出てたけど、いきなりどんな車に乗り換えるつもり？いや、ほんま意味わからん。大丈夫か？ディオジャンネルパワーディオです。ママです。いやー、買い替えましたね。買い替えましたね車まさかの K、 まさかの K です。ダイハツタントっすね。うん、タントやな。いつのタントやって、10年ぐらい前のやつやな。10年ぐらいの前のタントで、うん、なんと車両価格、うん、30万円でございます。おめでとう、おめでとう。安っ。はい。ちょっとね、軽く中紹介していきましょうよ。紹介その中紹介していきましょう。行きましょう。いる？狭っ。ちょっと待って、立派なラゲッジスペース。立派な。ほら、もうママさんの商売道具のね、三脚もバチッと乗る。これぐらい乗るやろ。立派なラゲッジスペースやんか、これ。広いな。ケアの広いな。どう、めちゃくちゃキャンプに使えそうやろ。ほら、使えるよ。これでも軽キャンパーやな、これ。うん、後ろ、はい、倒れます。そうそうそう、あそこから倒れた、そこから倒せた。倒せるよ。ほら見て、広い、この広さ。広い、うん、すごくない？車中泊もできちゃう。できるかこれ。それむちゃくちゃちゃうかこれは。広いな。めっちゃ広いやろ。やろ、めっちゃ詰めるやん。そう、荷物がもうめちゃくちゃ詰めるよ。うん、はい、中は座ったらこんな感じ。めちゃくちゃぴったりな。ミニマムな私たちに、ミニマムな車。ぴったり。ぴったりやね。言えるキャンパーならならね。ちゃんとここナビもついててね。まあ、エアコン。で、これもあのシガーソケット用の充電器、それ用に買ったから。充電もできる。あ、赤が。この辺もすごいアナログやね。かわいいよね、アナログで。かわいいよね。ここもちゃんとあのスマホ置けるように。お、すごいカスタムされてはりますね。そう、カスタム、これからどんどんカスタムしていくから、軽キャンパーになるためにね。カスタムの方が金かかるやんけいうぐらいカスタムしていこうかなね。ここもほら、ここ上げたらほら広い。ベンチシートやん。ベンチシートよ。すごいすごい、広いよね。カップルで持ってこいじゃないですかこれ。ハルタももうここでゴロンゴロンできるから。
どう楽しい楽しないわ全然なんか、キャンプの時にこうやって、うん、後ろでこう座ってね、コーヒーとか飲んで、前の景色バーンってやったら気持ちいいよな、なんか気持ちいいわ、それはそんなわけあるかいはい、まあ、でも障害するとこがあんまなさすぎて、うん、どうしたもんかと。あ、でも実際、うん、ママさん行ったっすもんね、これで。ハルタと軽キャンプデビュー実はしてて、うん、まあその動画はまた次アップするんですけど、うん、はい、どうでした実際軽で。まあよよよ、もうずっとセレナやったやん。おうおう、もう言うても積載すごいやんか。うん、でまあ急にタナトに変わったわけやん。はい。2人やったらもう余裕。余裕やったな。もうすっかすかやったもん。2人やったら余裕。その時こう荷物積んでる時の動画が。どこ？こんな感じでね、うん、余裕でね、はい、2人やったら余裕やな、ほんまに。2人やったら余裕、ほんまに。はい、はい、これが3人になると、まあ、絶望的に無理とこれおそらく3人でキャンプ行くも無理やな。いやでも荷物めっちゃ制限して1個倒してやろう、うんうん、だからまだちょっと3人で行ってないんですよ、キャンプ。実はまだ2人、うん、まあでももう2人やろな2人かもうソロほんまやな、になるやろな、うん、ちょっと早すぎたんじゃない。ちょっとしくったな、うん、何してんねんファミリーにこれキャンプ行けないんすよファミキャンもあかんな、これは。これがあの、うん、どう、まあ実際1ヶ月ぐらい乗ってるやん。はい、どうやった。うん、別に普通。お、意外と普通やんな、うん、唯一なんか良かったなって思うのは、うん、あの U ターンができました。余裕やもんな。 U ターン恐怖症でさ、U ターンなんかもうせえへんやん、うん、もう捨てて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 戻ってくるみたいな、うん、捨て左折。そう常に捨ててきたから、うん、俺乗って U ターン来た。そう、うん、ぐるんぐるん回れんもんね。U ターンできた小回りがすごい。小回りすごかったな、うん、ほんまに。あの日が奥行く時もさ、あの山道あるやんみたいな、ちょっと細いとこ、もう余裕。あそこ入り口も細いもんな、うん、何回も切り返すもんな。そう、でも1回だけ切り返した。かるわ、そういう狭いとこはやっぱ圧倒的にいいっすよね、うん、系は。いいよ、それ以外いいとこはね、あ、税金が安いっていうぐらいですよ。でもコーナーで曲がるたびにカン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 タンってなんか4回やりやすし、タンって言ってタンとタン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 、あ、ちっちゃい、めっちゃ早くタン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 曲がるときに教えてくれてるのタンとだよってそれはありがたい。セミナーと間違えるときあるから。そうそうそう、タンとやでーパンどれかな、30万でも走ってますよね。うんうん、まあ、3年乗れればいいんじゃない。3年か、ファミリーキャンプなしで。まあな、それがもう超ミニマリストになるかやな。ミニマムにしていこうよ。あの今まで重量過ぎたからさ。ということで、はい、ね、我が家ね、あのセレナから K に変わりましたということで、今後ファミリーキャンプどうしていこうかなっていう問題に今打ち当たっております。試行錯誤しながら。いや、おう、そう、キャンパーやから我々らは。そう、知恵と工夫で、うん、この限られた積載の中で。そう、まあ上に積むあれもあるしね、あの、あ、そうやね、案もあるし、ありますね、いろいろできるから。でもそこまでしてこいつに知恵やりたいかって言われたら、あんまりその愛着が湧いてないというか、私は乗るたびにあのストレスを感じております。おもんないおもんない運転がめちゃくちゃおもんないし、なんかすごい嫌な入り方されることが増えた。あー、ちょっと K って舐められるんかな。舐めたあかんで、今の K なんかめちゃくちゃ高いからな。高いらしいね。300万超えてきますよ新車で買ったら。 K4 やからって舐めんなよって昔あの姫路のヤンキーめっちゃやがられたもん。思い出したわやっぱり怖かった。引きずり下ろされたもんな姫路で。そうだ、姫路で姫路で引きずり下ろされたから K4 舐めんなよって。
その時 K4 すら何か分かってなかった。K4 って何やろうと思って。舐めてもないし、見てもないですよ、俺目悪いんでって言ってた。引きずり出されたから。どうしても怠慢させたいみたい。一人がもうめちゃくちゃしばきたいって。なんでと思う。ああ、そう。かわいそうな人生やな。姫路恐怖症。姫路怖いな。姫路怖いな。姫路怖いよ。まあまあ、頑張ろう。そうですね。今回の動画は車両価格30万円の軽を買ってみた。乗り換えてみた。まあ今のところ不具合出てないかな。うん。タントタントって曲がるときにぐらいで。ぐらいですね。そうです。あとは別に特にまあ別段燃費がすごいいいってわけでもないけど。うん。よくわからん。測ってないけど、うん、おそらく13万ぐらいしかないんちゃうかなっていうイメージ。まあまあセレナもね。あんま変わらんってことで。セレナよかったね。あのサイズで 16.3 出しちゃったから。そうだな。叩き出しちゃった。超エコみたいな。それしたら、俺も行くかもしれない。いや、わかんないですよ、メーターが、ね。あ、そっか。エコっていうランプがつくだけで。せやな。セレナはご丁寧になる。平均燃費とかな、ボーダーのなんか、ね、出てたから。出てたな。今エコやよーって、ね。そう、これそれ以上踏んだら、平均に病気になるよみたいな教えてくれたから、それを守りながら運転して、うん、山梨も行ったら満タンで行って帰ってこれたからな。なあ、はい、じゃあ川も増えてきたし。そうですね、経営の障害も特に障害できる場所はありません。ただ買い替えましたという動画です。はい、ね、ファミリーキャンプ行けるようにね、知恵と工夫を駆使して、うん、まだできましょう。頑張りましょう。ママさんはちなみに気に入ってます。運転しやすい。キャワイキャワイ言うて、いや、どうだい。あ、です。はい、俺の iPhone へ英語は担当担当以上です。よろしく。もうないですか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。紹介することもないですか。はいはい、というわけでね、今回の動画は以上です。はい、最後までご視聴ありがとうございます。これからも K キャンパーパイティアオチャンネルよろしくお願いします。K キャンパーパイティアオチャンネルおだす。じゃあまた次回の K キャンプ動画でお会いしましょう。バーイ。顔すごいな。顔やばい。顔しか折れへんねん、もうここ。